皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンのお時間です。今日は見た目ダイナミック丸ごとみかんのレアチーズケーキ紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。今日はダイナミックにみかんを丸ごと使ったレアチーズケーキを紹介します。まずはみかんの皮と筋をきれいに取っておきます。次にビスケットを袋に入れて細かく砕き、温めて溶かしたバターを加えて混ぜ合わせます。全体がよく混ざったらラップを敷いた型に入れてしっかりと平らになるように敷き詰めます。次にレンジで加熱して柔らかくしたクリームチーズにグラニュー糖を加えて混ぜ合わせます。そこに水切りしたヨーグルトを加えてさらによく混ぜ合わせていきます。みかんの甘さを生かすために水切りしたヨーグルトを加えてさっぱりとした味わいにしています。そして熱湯で溶かしたゼラチンをダマにならないように少量ずつ加えてよく混ぜたら生地の出来上がり。先ほどの型に生地を少しだけ流し込み、きれいに剥いたみかんを丸ごとダイナミックに並べます。そして生地を型いっぱいに流し入れて表面をきれいに整えます。あとは冷蔵庫で冷やし固めたら丸ごとみかんのレアチーズケーキ出来上がり。丸ごとみかんが入った断面にインパクトのあるレアチーズケーキです。程よい甘さのヨーグルトレアチーズケーキにみかんの酸味がアクセントになりとっても美味しいです。みかんの美味しい季節にぜひ作ってみてください。バルサミコ酢をかけても美味しいですよ。